今日は晴天に恵まれました広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そうですか。初球打ち、ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。田中が抑えて、バッターボックス井田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ゲッツー崩れでランナー残りました。アウトコース、ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。2球目打ちました。ワウンド、センター弾く。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。カープピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあここで離されると厳しくなるんでね、きっちり抑えておきたいですね。そう、ライトへ持っていった。これは大きい。伸びる、入りました。ホームラン、井田スリーランホームラン。カープその差が5点に広がる重い一発を浴びました。カープ追加点を許します。6対1になりました。ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。バッターは6番井田、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、栗、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。これはどうだ。菊池アウト、ツーアウト。打席には6番バッター井田、今日はホームランを放っています。フォアボールのランナーが出ています。初球打ち、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、ツーランホームラン。カープ痛い一発を浴びています。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。8対1、ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、それは逆に考えるわけですね。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。